中尾尊あるいは中尾損音。ナチャビとは、中松義郎が関与した複数の音響機器の名称。教育教材販売会社の社名にも使われていた。重色レコードの動作図。色分けされた二つの波形が記録されているので、オーロと袋で異なる音声を再生することができる。中松が1952年に日本の特許を取得した音の波形が壇上に記録された紙と、 それを連続して工学的に読み取る再生期。星野康氏が開発した次期録音再生期、シンクロリーダーが話題になっていた1958年に類似点のある特許として注目されており、製品化はされていないものの、その時点で中ビゾーンと呼ばれていた。ただし、中松の著書では最初の中ビゾーンが 次期記録式でなかったことは伏せられており、1997年の著書で思い色レコードが言及された際にも中ビゾーンとは別物であるかのように扱われていた。後に中松はこれを世界初のフロッピー媒体であるとして、フロッピーディスクは自身の発明との主張を始めた。また、光でレコードを再生することが CD のそして二重に記録して、 分離再生することが DVD ビデオディスクの基本発明でもあると主張している。シンクロリーダー同様に磁気シートを用い、すでにリコーから発売されていたシンクロファクスにも類似した録音再生機。中松との関係には触れられていないが、1961年にオールトランジスター式の万能シートレコーダーへと名前が変更された。ありがとうございます。